皆さんどうもこんにちは、ジヤマです。ジヤマのマインクラフト2022、本日もやっていきたいと思います。前回ですね、このね、高低差のある村の地下にですね、まあ収録外で、潜っていたところ、廃校をね、発見いたしまして、そちらの方をね、前回冒険しに行きました。そしてですね、この 1.18 特有油の、また新しいね、マイナスのね、かなり深いところに廃校があったということで、今までにないような景色がね、見れたということで、非常にね、面白かったなと思っておりますので、もしね、前回の動画見てないよという方は、ぜひ、そちらの方で、ね、見ていただきたいなと思っております。そしてですね、今回は何をしていきたいかと言いますと、以前ですね、このネザーの要塞の冒険であったりとか、その他ね、いろんな冒険でなんとかね、このクラをね、見つけたりとか、こう馬鎧をね、手に入れたりとかすることができているので、今回は馬を仲間にね、していきたいと思います。ということで、本日もやっていきましょう。ジーヤマのマインクラフト2022。まずは馬探しする前に、こちらの方でね、作っている畑を拡張して、人参とね、ビートルートを育てれるようにですね、ここを作っていきたいなと思います。ということで、せっかくなので最強のね、クワといいますか、ダイヤのクワでも作っておきますか。まあそんなね、高価なもんいらないっちゃいらないですけど、こちらね、ダイヤのクワ一つ作っておきたいと思います。ほん、贅沢。さあ、ということでですね、ここからアレックス視点もね、入れつつ、もう一気にね、この畑を作っていく様子をね、お届けしたいなと思います。ということで、いってきましょう。ということでですね、こちら、人参とビートルートの畑の拡張が完了いたしました。はい、ということで、こういう感じでね、かなり広い畑にね、なりまして、このね、コンポスターとか、チェストの位置もね、また改めてちょっと配置し直しまして、それぞれね、対応するようになってまして、じゃがいもと小麦の方にね、かぼちゃを置いて、そしてこちらの人参とビートルートの方にスイカをさらにね、増設して、今までのね、倍取れるようになりました。ということでね、こういう感じで、畑がね、めちゃくちゃいい感じに仕上がったと思います。ジーヤマのマインクラフト2022。というわけで、本日ね、もともと予定していた、これから馬を探しに行きたいなと思います。ということで、早速馬探しなんですが、今回ね、まず、なぜ馬探しをしたいかというお話からまずしながらね、やっていきたいと思うんですけど、今ね、ここの場所、高低差のある村をね、ずっとこう、整備から始まって、こういう感じで発展させてね、やっているんですけど、シャープ1からね、見ていただいている方はわかると思うんですけども、実はここは別に初期リスっていうわけではなくてですね、最初に見つけた村ということで、ここのね、村整備を始めて、まあ今のね、拠点にしているんですけど、やはりですね、今後、マイクラをやっていく中でね、まあたまたま死んでしまうなんてこともあって、結局、初期リスに飛ばされてね、またいちいちこっち戻ってくるなんてことも、まあまああったりするので、一旦ですね、
ここの村の整備も落ち着いたということで、ショキリス周辺の整備の方もね進めていこうかなという計画を立てたいと思っております。でですね、そのためにショキリスの位置がですね、座標でいう00の位置あたりなんですね。でこの村の方がだいたい約800マスぐらいあるということで、まあ、遠くもないけど近くもないみたいなね、中途半端な距離ということで、そのためにですね、移動手段として今はねエリトラとかもないので、そうなってくると馬が一番ね早いんじゃないかということで、今回は馬探しということでね、今早速見つけましたけども、仲間にしてね、今後ショキリスとここをつなぐ街道をね今後作っていきたいなと思っております。というわけで、そういう計画をねスタートするために、裏でもね実は結構動いているので、その辺もね、見つつ、やっていきたいと思います。ということで、まずね今見つけたこの馬を仲間にしてみようかなと思います。ということで、こうやってね乗ればこうやってね嫌がったりするんですけど、何度かね乗ってるとこうハートマークが出て、あ、こういう感じで仲間にすることができます。そしてここにですね、クラをつけることで、こう自分でね、こう操作できると。で、ジャンプもね、できたりして。あ、この馬でも結構足速いかもな。ジャンプ力は微妙か。もうちょっとね、他の馬も探してみましょうか。この調子で。馬。馬どっかおらんかな。これよりもっといい馬がいれば、それに越したことはないんですけど。こうやって見るとすごい街発展してんな。いい感じ。うわー、でもこの街に来てもね、こうやって馬、しっかり広めに道作ってるから、全然馬でも通っていけますね、こういう感じで。めちゃくちゃええやん。これぐらいの道幅があった方がいいってことやな。うん、素晴らしい。ほら、こういう感じで。ここの通路も全然いけるし。ういーす。ほら、余裕でいける。すご。やば。もう一気に頂上まで来ました。ただジャンプ力はでもそんなにないな。やっぱほらやばー、こここっちの馬もちょっと見てみましょうか。ちょっと待って、これねリードで繋いでおいてちょっと待ってもらって、でこの馬同じ似たような色やけど乗ってみます。おー、一発で懐いた。うわ、足遅、全然違う。ジャンプ力もないな。うわー、全然違うな。やっぱ個性全然ちゃうわ。この馬ごめんやけどちょっと違うな。次こっち行ってみます。今までのね経験的にはジャジャ馬な方がなんか足速かったりとか能力値が高いイメージはあるんですけど、どうなんでしょうかね。この馬なかなか懐かないですね。お、懐きました。ゴー、おっせー。あ、でもジャンプ力はすごいな。ほら、ジャンプ力は圧倒的にすごい。ジャンパーやな、これ。でも足が遅いからな、ちょっと使いにくいな。ジャンプだけ欲しいっていうことないもんな。悩むな。やっぱ元々のこいつが一番優秀やな。よし、じゃあまた、ごめんやけどこの2頭は一旦ね置いといて次の馬を探しましょう。あ、早速おる。今度茶色い馬ですね。お、懐いた。んー、この馬はどうや？この黒の馬とそんな変わらんか。あ、でもジャンプ力ある。ほら、すごい。こっちの方が一応能力値的には高いか。そうなると。もっと足速かったらなぁ、とは思うんですけど。悪くないな。じゃ、この馬を、ちょっと拠点の方に置いておきましょうか。連れて行って。じゃ、一旦ここに繋いでおいて、一旦ね、ここに追ってもらいましょう。よし、次の馬探し。レッツゴー。次回以降からですね、このショキリスと、今いるね高低差のある村をつなぐ街道をね作りたいっていう話なんですけども、 X 座標が0になる位置でずっとねこうまっすぐ行けば、ショキリスになるんですけども、そこに合わせてですね、実はもう木の伐採とかして道を作るためのね準備っていうのは実は、進めております。であとはねこういうところに川がね何箇所かあるので、ここをですねこう橋を作ったりとか、あとは道を整備したりして、こうね今後そういった建築をしていきたいなと思っております。こういう要領で
ここね、木を切っていってるんですけど、なのでここずっとまっすぐ行けば初期リスに着くようになっております。なのでね、ちょいちょいこの、木を刈った跡がね残ってると思うんですけど、でですね、ここの辺が初期リスということで、ちょうどほんまに00やったんでね、ほんまにちょうどこの辺でスポーンしたということで、ここからまあほんまに800マスぐらいあるので、結構な距離の街道作りになるので、多分ね また高低差のある村の時と同じように、コツコツね気長にというか、やっていきたいと思ってますので、皆さんもねぜひ楽しみにお付き合いいただければなと思っております。 G 山のマインクラフト2022。さあ、ということで、一旦ね、こちらの方に厳選、まあ、厳選っていうほどでもないんですけども、しまして、こちらのね、右側に繋いでる方が、まあ、比較的足の速かった方。で、左側に繋がってる馬が、まあ、足は遅かったんですけども、ジャンプ力がものすごいということで、この2頭ね、一旦この拠点の方にね、連れて参りました。で、まあ、せっかくなんで名前付けときたいけど、名札ってあったかな？一個だけか。どうしようかな。とりあえずでも一頭名前つけとくか。今後のことを考えて、こっちの足速い方というかね、そちらの方を、今後ね、多分乗っていくこと多いと思うので、こちらの方名前つけたいと思います。で、名前をね、どうしようかな。悩むな。どうしようかな。こういうのね、結構苦手なんですよね、名前つけるのって。あ、そういえばですね、今ね、収録しているのが、まあ、2月の4日ということで、今日からね、北京オリンピックがね、また始まるということで、まあね、この動画が上がっている時にはもうすでに北京オリンピックもかなり盛り上がっている段階にあるかなとは思うんですけど、今ね、収録している時はちょうど収録日がちょうど開会式の日で、まだね、ちょっとどういう感じになっていくのかっていうのはね、まだ分かっていないんですけども、せっかくなので、日本代表の主将になっているスピードスケートの高木さんがね、いるんで、その主将のとこから名前ちょっと一個いただきましょうか。ポン。ということで、今日からこの馬をキャプテン高木という名前にしたいと思います。でね、名札がもう一個、ちょっとどうにかして手に入れて、こちらの方にもね、また今後ね、名前つけていきたいと思います。ということで、今後ね、こちらのキャプテン高木をよろしくお願いいたします。G 山のマインクラフト2022。はい、ということでね、今回は、人参とね、ビートルートの畑を拡張いたしまして、さらにね、今後の初期リスの周辺であったりとか、ここにつながる街道を作るためのね、移動手段としまして、キャプテン高木を連れてまいりました。今後ね、また建築界っていうのも、まあ、増えていくかなとは思うんですけども、皆さんもねぜひ楽しみにしていただければなと思っております。ということでね、今回この辺で終わりにしたいと思います。ぜひね、チャンネル登録そして高評価の方もよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。